はい、こんばんは、マルサラです。今日はですね、豚バラをブロックをですね、チャーシューにしていきます。皆さんね、チャーシュー何度か挑戦した人もいると思います。その時ね、トロトロになりましたかね。トロトロにならなかった人はこれを見てもう一度作ってみてください。では始めます。それでは鍋で中火で肉をね、まず表面を焼いていきます。十分ね、鍋が温まってから入れましょう。で、肉屋に行くとね、こんな感じでぐるぐる巻きにしてくれますんで、豚バラブロックをね、買ってください。はい、こんな感じで、すべての面をね、カリッと焼き上げます。もうこの時点でね、表面は美味しそうですね。ではこれでね、全体が焼けたら、まずですね、ネギの青い部分ね、1本分入れます。生姜を1かけ入れます。で、水を1リットルこれから入れていきます。水を1リットル入れます。お酒を100ミリ入れます。ちょっとね、鍋が小さかったんですが、これで1時間弱火で煮ていきます。ここで調味料は入れないようにしてください。醤油とかね、みりんとか入れないように気をつけてください。そこでね、入れてしまうとお肉ちょっと硬くなりますんでね、水とお酒、これだけです。煮ていきます。それでチャーシューのタレを作っていきます。まずですね、醤油を360ミリ、これだいたいね、今日は1キロのお肉のね、分量になります。360、はい、続いて砂糖を 40g 入れます。あと塩を 10g、 はい、にんにく1かけ、酒を大さじ1入れます。で、こんな感じでね、沸騰してきたら2、3分でいいです。火を弱めて2、3分加熱しましょう。あんまり煮詰めるとね、味が濃くなりますんで、煮詰めすぎは注意です。ここからね、味付けをしていきたいと思います。まずこれをね、フライパンに移しましょう。肉だけ移します。それではここに先ほど作ったタレですね、お肉の上からかけます。
だしも1/2カップ追加します。これでね、火を入れて肉に味をつけていきます。で、肉にこのタレをかけながらね、煮詰めていきます。だいたいね、15分ぐらいこうかけながら煮詰めたら完成になります。この肉肉しいフォルム最高ですね。それでは切っていきます。うわ、めちゃくちゃ柔らかい。タコ糸もちょっとね、タコ糸は先切ればいいです。とろっとろです。こんな感じでジューシーにプルンプルンにできました。それでは食べてみましょう。いただきます。めちゃくちゃうまいです。とろとろのチャーシューができました。今度はこのチャーシューを使ってチャーシュー卵丼、次回作っていきます。皆さんもぜひこのとろとろのチャーシューを作ってみてください。ポイントは概要欄に載せておきますので、これであなたも固いチャーシューとはおさらばです。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。